この中を荷物を持って山登りか。この試練は私の武器を探すためってトレーナーさん言ってたよね。マックインさんも山頂でこの発電機を待ってる。よーし、ちゃんと運んでしっかり恩返しするぞ。さてトレーナーさん、あとは待つだけですわね。でも驚きましたわ、こんな風変わりな訓練をあれほどの勢いで頼み込まれるなんて。ここまでして北さんの能力を深く探りたいなんて相当な入れ込みようですのね。でも踏破はまず無理ですわ。重荷を担いでの雪山踏搬、波の馬娘ならば3号目が限界。そしてまだデビューもしていない今の北さんなら。これ重い。おみこし担ぐのよりきついかも。でも負けない。負けるもんか。今の北さんの力ならば5合目というところですわね。ええ、あの子には今のところ飛び抜けた能力はありませんわ。でも言葉では言い表せないものを感じますの。なんというか核のようなものを。その核で4合目、そして持ち前の根性で5合目。そこが限界。それでも十分立派ですわ。意識がもうまだ半分を少し過ぎただけなのに、ここまでなの。トレーナーさんが私のためにお願いして用意してくれたのに。マックインさんも待ってる。ここで諦めていいの？ううん、よくない。もらった恩を返さない。父さんも父さんのお弟子さんたちもそんなことだけは死んでもしない。一つでも恩返しは、一歩でも前へ。最後の最後までそれをやり続けなきゃ私は私じゃない。だから、うー、諦めるもんか。最後の最後の最後の最後まで。いや、こら。もう日も落ちかけていますわ。そろそろ終わりにしましょう。おそらく5合目前後で動けなくなっているはず。監視しているスタッフに連絡して麓のレストハウスに運ぶように。どうしましたの急に。マクイーンさん、遅れてすみません。発電機お待ちしました。北さん、あなたまさか自力でここまで。はい、思ったより全然きつくて時間かかっちゃいましたけど、これで少しでも恩返しになれば。トレーナーさん、特訓ありがとうございました。それで私の良さってこれで分かったんでしょうか。疑いようもありませんわね。こんな無茶をやり遂げられるタフさを持った馬娘は他にいませんわ。なるほど。でもタフさってレースで武器になるんでしょうか。スピードとかにはあんまり関係ないような。レースの前、走る前の準備ということは、つまりこういうことですの？北さんに鬼のようなトレーニングを課して、その中で武器を生み出そうと？あのブルボンさんのように？はい、お願いします。私を思い切り鍛えてください。誰にも
負けないもの作りたいです。絶対トレーナーさん、マックイーンさん、ありがとうございます。これで私少し希望が持てました。これから鍛えて鍛えまくって、ちゃんとした武器を身につけて試してみたいです。本当に私の力が一番の憧れにも通じるのか、一緒に走ってみたいです。あの東海帝王さんと。帝王さん、今度私と走ってください。どこまでできるか一度だけ。うん、かかってきたまえ、キタちゃん。教えてあげる、君の憧れる馬娘がどれほどすごいのかをね。もっともっと走り込まなきゃ。何十本でも何百本でも、私だけの武器を作り上げるんだ。反路の走り込み、最低でも他の子の3倍はまだいける。まだまだ何本でもいける限り、いけなくなってもあの天王さんが走ってくれるんです。だったら勝ちたい、私勝ちたいです。たった一度のチャンスをものにして、すごいものを見たってみんなを笑顔に。ううん、まだみんなは見てくれないかもしれない。でもそれでも笑顔にしたい人が一人。決まってます、私のためにここまでいろいろしてくれたトレーナーさん、とってもなくお世話になった人、そのたった一人をせめて笑顔に。そのためならもっといくらでも。トレーナーさん、お願いします。私に私だけの武器を、そしてそれを誰よりも強く。逃げでもありませんわ。これは、これが私の武器。トレーナーさんと磨いたいきなり抜け出したのぶちかまし戦法、引っ張ってレースを作り、バテなければ私の勝ち。このレースは私が仕切る。最終の直線、ここを持ちこたえれば。でもありませんわ。相手はあの帝王さん。しかも一瞬のひらめき勝負となれば勝ち目は。体力はまだある、でもスピードはこれ以上出せない。勝てない、勝てない、勝てない。またダメなの？あんなに頑張ったのにこのまま終わるの？半人前の私をここまで鍛えてくれた、その人に報いずに終わるの？全ての時間を、思いを無駄に。そんなことさせない、させない。そんなことしたら私は私じゃない。させるもんか。
を超えるスピード、この終盤で。危なかった、本当に押し切られちゃうかと思ったよギリギリセーフ、やるじゃんキタちゃん。でも勝ちまでは譲らないけどね。ただただ恐ろしいですわ。人を巻き込んで変えていく熱、これで後輩だなんていよいよ船出だね、キタちゃん。見つけたんだね、大切な人を。ここから私たちますます